お願いします。どうぞ。朝日新聞の金氏です。中国新鮮団の日本人学校の教養男児が死亡した事件についてお伺いします。はい、事件発生から今日で1ヶ月ですが、犯行の動機など詳しい、説明が中国側からなされていない状態です。在留日本人に不安が広がっているという指摘もございます。改めてこの1ヶ月、中国側からどういった説明があったのか、政府として説明が十分とお考えかという見解をお願いします。はい、深セン日本人学校の児童が暴漢に襲われ亡くなるという痛ましい事件が発生して以降、政府は本件を極めて深刻に受け止め、先日の日中首脳会談や日中外相電話会談をはじめとするさまざまなレベルで中国側に対し、一刻も早い事実解明と説明、日本人の安心安全の確保、悪質で反日的な SNS の投稿等の取り締まりを繰り返し強く求めております。昨日17日、岩本外務省領事局長が外交部と協議を行い、再発防止を実効性のあるものとするためにも、一刻も早い事実解明、 SNS における事実に基づかない投稿等の対処が重要である旨を強調いたしました。これに対し中国側からは、今後の司法手続きの中で真相解明について適切な形で日本側に説明する機会がある旨の説明がありました。反日的な SNS については、中国側から事実に基づかない投稿があることは認識しており、違法性のある投稿についてはしっかり対応したい旨反応がありました。事件後、中国の SNS プラットフォームによる取り締まりの動きもあると承知していたしておりますが、いずれにせよ引き続き中国側に対し取り締まりの徹底を強く求めていく考えです。そして日本人学校の安全確保や再発防止につきましては、岩本局長と外交部との間で情報交換、通学広報に応じた安全対策、緊急事態発生時の初動対応等について、我が国の在外公館と現地当局により取り組みが進んでいることを確認し、意思疎通を続けていくことで一致いたしました。引き続き中国側との間でこれらの具体的措置の進捗をフォローしていくほか、日本政府として各地の日本人学校に配置する警備員の増強、スクールバスへの警備員の配置等の取り組みも進めていくことを通じて、日本人学校の安全確保に万全を期していきたいと考えております。はい、NHK の岩沢ですね。はい、中東情勢について伺います。イスラエル軍はイスラム組織ハマスのシンワル最高幹部を殺害したと発表しました。人質の解放や戦闘の終結につながるかは不透明ですが、最高幹部の殺害が中東情勢に与える影響をどう見ているか、また今後日本政府としてどう対応するかお考えお願いします。はい、イスラエル政府の発表は承知いたしております。我が国といたしましては、一貫してハマスによるテロ攻撃を断固として非難してまいりました。また今なお囚われの身にある全ての人質の即時解放を求めております。同時に戦闘が長期化する中、ガザ地区において危機的な人道状況が続き、多数の民間人が犠牲となっていることを深刻に懸念しております。今般の動きが人質解放、停戦交渉に与える影響を注視しており、すべての当事者に対して人質の即時解放と停戦の実現に向けて取り組むよう改めて強く求めております。我が国は引き続き中東地域諸国との関係を基盤に、また G7 や国連安保理安全保障理事会の一員として、各国とも緊密に連携しながら、事態の早期沈静化、ガザ地区の人道状況の改善、そして中長期的な地域の平和と安定の確立に向け、外交努力を重ねていく次第です。はい、テレビ朝日の澤井です。国連の女性差別撤廃委員会について2点お伺いします。昨日、国連の女性差別撤廃委員会の関連審査で、夫婦同姓を義務付ける民法の規定について差別的などと改めて改正を要請されましたが、政府としての見解と選択的夫婦別姓の導入に向けての石破政権としての対応を改めて教えてください。またですね、
男系男子にのみ皇位継承認める皇室典範についても質問があり、日本政府の担当者は使われることについて適切ではないと回答しています。2016年にも日本側の抗議によって最終見解案から皇室典範に関する記述を削除するということがありましたが、政府としての見解と今後の対応を教えてください。はい、10月17日ジュネーブで開催された女子差別撤廃委員会による審査において、我が国の女子差別撤廃条約の実施状況に対する審査が行われ、審査においては委員からの質問に対して誠意を持って回答したと承知いたしております。お尋ねの夫婦同姓制度に関する質問に対しまして、選択的夫婦別氏制度の導入につきましては、国民の間にさまざまな意見があり、政府としては国民各層の意見や国会における議論の動向を踏まえ、さらなる検討をする必要がある旨を説明したと承知いたしております。また、皇室典範に関する質問に対しましては、我が国の皇位継承のあり方は、国家の基本に関わる事項であり、女性に対する差別の撤廃を目的とする女子差別撤廃条約の趣旨に照らし、委員会が我が国の皇室典範について取り上げることは適当でない旨説明したと承知いたしております。今回の審査を踏まえた委員会の最終見解が今後公表されると承知しており、その内容を十分に検討した上で引き続き関係省庁が協力して適切に対応してまいりたいと考えております。はい、テレビ東京の白石です。公明党の石井代表が17日の BS の番組で物価高対策として選挙公約に盛り込んだ低所得者世帯向けの給付金の支給についてですね、1世帯10万円が目安になると言及した上で、給付対象についても住民税非課税世帯に限定する必要はないという考えを示しました。石破首相も物価高対策が重要とこれまで述べてこられましたけれども、今回のこの給付金の支給の金額や支給対象の拡大について政府としての考えを教えてください。はい、報道については承知いたしておりますが、発言の詳細等については把握していないため、具体的にコメントすることは差し控えたいと思います。その上で、今般策定することとしている経済対策では、物価高の克服を柱として、物価上昇を上回って賃金が上昇するといった成長と分配の好循環が確実に回り出すまでの間、足元で物価高に苦しむ方々への支援が必要であり、当面の対応として物価高の影響を特に受ける低所得者世帯向けの給付金や地域の実情に応じたきめ細かい対応のための重点支援地方交付金をはじめ、総合的な対応を図ることといたしております。ご指摘の給付金の制度設計については、先ほど申し上げた考えを踏まえた上で今後具体化していきたいと考えております。はい、ロイター通信の杉山です。外為市場でドル円は一時150円を突破して約2ヶ月半ぶりの円安水準となりました。輸入品や食品の価格が高止まり、個人の消費力を下押しする可能性があります。この為替の動きに対する受け止めと対応をお願いします。はい、足元の為替相場の動向につきましては、市場に不足の影響を及ぼす恐れがあることからコメントは差し控えたいと存じます。その上で、為替相場はファンダメンタルズを反映して安定的に推移することが重要であり、政府としては投機的な動向も含め為替市場の動向を高い緊張感を持ってしっかりと注視してまいりたいと考えております。はい、NHK の岩沢です。朝鮮半島情勢について伺います。北朝鮮の金正恩総書記は、韓国とつながる北朝鮮側の道路などを爆破したことについて、つまらない同族意識と統一という非現実的な認識を払いのけたものだとしました。また北朝鮮は先週の最高人民会議で憲法を改正し、韓国を第一の敵対国と明記したとみられていますが、日本政府としてこの最近の南北関係や半島情勢をどう認識しているか、また今後どう日本政府として関与するかをお願いします。はい、北朝鮮の報道につきまして、韓国と北朝鮮を結ぶ南北
連絡道路の一部区間を15日に爆破したことや、韓国を敵対国家と憲法上規定したと報じられたことは承知をいたしております。こうした北朝鮮の行為は南北間の緊張を高め得るものであり、事態のエスカレーションにつながらないことが重要であります。朝鮮半島の平和と安定は我が国はもとより国際社会全体にとって大きな利益であります。そのような観点から、昨年のキャンプデービッドにおける日米韓首脳会談でも、自由で平和な統一された朝鮮半島を支持したところであり、現在もこの考えに変わりはございません。政府としては今後の北朝鮮の動向等に関し、必要な情報の収集分析及び警戒監視に全力を挙げていくとともに、韓国や米国と緊密に連携して対応していく考えであります。